はい、こんにちは、タックでございます。お久しぶりでございます。いや、皆さんね、お元気でしたでしょうか。もうね、久々の動画投稿ですね。約1ヶ月ぶりぐらいの、撮影になるんですけどもね。まあ何をやってたかというと、風邪をひいておりまして、もうその風邪がですね、治らないうちにまた風邪をひいたっていう。もうね、その間ね、2回ぐらいですね、コロナとインフルエンザのね、検査を受けましたけども、両方とも陰性と。でね、最初ね、喉の痛みがほんとひどくてね、で、鼻水が出て、咳が出て、熱も出てと。で、喉の痛みとね、鼻水は治ったかなと思ったらですね、また熱が出て、鼻水が出て、咳は続いてね、ほんとね、治るまでに1ヶ月間ぐらいかかりました。でもなんかこうね、久々にね、体をね、休めた感じがしましたね。なんでしょう。やはりこう、十分な睡眠をとるというかね、そういうようなね、1ヶ月間をね、送っていました。はい、ということでですね、まあ久々なんですけどもね、今回またね、商品紹介していきたいと思いますけども、ESR というね、企業さんからですね、たくさん実はね、商品を送っていただきました。で、この企業さんはですね、主にこの Apple 製品、iPhone とかね、iPad、この辺のですね、アクセサリーを販売している会社です。まあ一応ですね、全部紹介するんですけども、その中から今回はですね、iPad Pro 用のケースを紹介したいと思います。おー、結構光が飛んじゃう感じですね。商品こちら、iPad Pro 12.9 インチ用のハイブリッドケースでございます。で、こっちはですね、第5、第6世代用のね、ケースなんですけども、僕の iPad Pro、第4世代。ね、一応言ったんですけどもね、まあ、なんで送ってきたんだっていう感じもしますけどもね、ただね、使えるんですよ。ということでね、早速見ていきたいと思います。はい、こちらがね、今回紹介する iPad Pro 12.9 インチのケースでございます。まあ素材はね、一般的なケースによくあるラバー系、ただね、なんでしょう、こういう風な感じ、傷がつきにくい素材となっております。で、このケースの特徴なんですけども、まあこちら、よいしょ、これ脱着式になってるんですよ。実はここのね、部分に強力な磁石が内蔵されていまして、まあこんな感じで脱着式になってると。はい。まあこんな感じでもね、落ちないぐらいの強力な磁石でくっついてるという感じです。なので、まあ、横置きでも、よいしょ。はい。どうだ？こうか。なので、こんな風に横置きでも、はい。よ、ピタッとくっついたかな。はい。こんな感じで、縦置きでも OK と。なので、縦置きの場合だったね。まあ、このまんま、ライブ配信する方もいるのかな。まあ、あとはですね、縦型動画に代表されるようなね、TikTok を見るときでもいいですし、またゲームとか漫画を見るときでもね、いいんじゃないかなと思います。さらにですね、まあこれ縦置きの多角度なんですけども、まあこういう置き方でね、角度も調節できますし、あとは横置きでもですね、まあ先ほどのこういう感じに置いてもいいですし、まあこれを逆にしてね、はい。まあ、ここでこう、文字を書くなり、イラストを書くなり、という風にも、まあ、角度を変えて使うことができると。で、このケースね、カバーの方もしっかりしてまして、まあ、ここに磁石がついてるんですけども、まあ、落下してもね、大事な iPad を守ってくれそうな感じですね。で、ちゃんと、この側面に、Apple Pencil もね、充電対応のようにこう切ってありまして、はい。ちゃんとね、Apple Pencil の充電も対応になってると。ほんとね、アプリでも FaceTime でもですね、動画を見るときでもゲームでも縦でも横でも使えるんで、かなり使い勝手のいい
ケースかなというふうに思います。いや本当ね、こういう iPad のケースっていっぱい種類があって何買っていいかわからない。僕だってね、まあ本当こういうお話をいただかなかったらですね、こんな風に便利だってこともね、わからなかったですからね。まあこれもね、まあ出会いかなと思いますけども、はい、いかがでしょうか。こういうようなね、 iPad Pro と、そういえば僕動画で iPad Pro を紹介してなかったですよね。まあ別にね、紹介したくてももういいかっていう時にね、手に入れたんで、とりあえずね、12.9インチね、第4世代の、まあ、iPad Pro を使ってるんですけども、一応こっちはですね、第5第6世代対応のねケースになってるという感じでございます。でちゃんとこうね、 Apple Pencil も守る感じですね。でまあ当然ですけども、スピーカーのところに穴が切って、充電用の穴もきちんと切ってあります。はい、カメラも問題なしで、上のところもね、きちんとボタン類、あとはスピーカー類かな、はい、あとこれマイクだったかな、はい、この辺もですね、何も干渉せず快適に使えるようになっております。こんな感じかな、紹介って。なんかね、久々の紹介だからね、やり方忘れたかもしれないんですけども、意外とまだね、流暢に喋れんのかな。うん、やっぱりこれ脱着できるって意外ですか。このままでもいいんですよね、これで。こうほとんどね、子供が使ってるんでね、子供のアプリしか入ってないんですけども、まあこのまんまね、こんな感じで使えますしね、見るときにはこうピタッとくっつけて、何回も言いますけども、はい、こうね、横置きで YouTube を見るとか、まあフリーにですね、ほんでね、はい、こんな感じでね、イラストを描くのもいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、今回こちら、脱着式縦横を自由に立てられる iPad カバー、イーヤレスさんが出しております iPad Pro 12.9 インチ用のハイブリッドケースを紹介しました。まだまだですね、この後もですね、いろいろとアクセサリー紹介したいと思います。ということで、また